さんたちそれは盲目の女性だけが三、四人で一組となって各地を回っていました。鉄鋼脚板にわらじ履きといっても昭和中期になると直たびを履いていましたけれどもそれに、えー、かすりの着物に丸い大きなすげ傘をかぶり大きな荷を背負っていました。先頭に少し視力のある人が手引きに立ち師匠姉弟子妹弟子と一列に並び前の人の に,に左手をかけ右手で杖をついて山道を上り谷の一本橋を渡り田んぼのあぜ道をよどむことなく歩いて村にやってきます村に入ると長年宿をお願いしている家に荷物を下ろし三味線一丁を持って村の中を片付けしながら触れて歩きますやがて夜になるのを待ちかねたように村人たちはその家に集まってきます表の座敷の襖が取り払われ 二間も三間も続いた広間が作られますそこは村人ですぐ埋まります晴れ木に聞かれた五瀬は正面に座って五瀬松坂、民謡、羽歌や口説きそして談物と言われる悲しい物語や人情物を次々と演じていきます村人たちはこの三味線の音色と五瀬歌に良い聞き惚れますそして彼女たちから町の様子や都の話題を引き出します 合間に回ってくるザルには、わずかなひねり銭を入れ、米、麦、手ぬぐい、マワタなどを伏せとして差し出します。ゴゼたちは翌朝、早くから身近くを整えて、次の村へと旅立ちます。こうしてゴゼは、人々の心に慰めと癒しを与え、他の地の情報を届けます。では、小林春さんの96歳の絶唱。 越後追いわけです。